生チャンネルの時間です。若藤です。西です。どうも、りょうです。リラックハイスクール三者のボスりょうちゃん、今日は来てくれました。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからはね、夢としては役者と制作、映像の制作をやられるということで、はい、ね、まあ、とりあえず目指してるのは今伝統役者っていうのを。ああ、そこは絶対フレンドダメやね。はい。りょうちゃんの YouTube の、題名は何て言うんですか。りょうちゃんちです。はい。みんなね、りょうちゃんち言ったら絶対ちのちね、と思いますけど、家っていう字書いてりょうちゃんちの番組を作られてるんですね。はい。で、自分で制作されて主演脚本してるんだよね。はい。そこで僕らがさあビーバップハイスクールのね、りょうちゃんがやる番組だってみんな見たら、いきなり最初から最後まで弁当を食いてるという。はい。で、弁当役者を目指すと。そうです。で、今度料理番組もやるという。そうです、うん、はい、いや、そのうちコンビニの弁当の CM の依頼が来ますよ。ああ、もうぜひよろしくお願いしますだってさ、いろんなことされてきてるのに、でも料理が作れるってすごいんじゃないですか、男で。あ、結構好きなんですよね。うーん、はい。まあ、ビーバップハイスクールは全員もう本物の不良が集まってますから、まあそれなりになんですけど、なんと聞きましたよ、好きなのはドクタースランプあられちゃん。はい、まあ、もう自分なんか小学生の頃、やっぱあられちゃんは不動の漫画でしたからね。面白かったです大好きです。教授は何か言ってくださいよ。え、あられちゃんですよ。じゃあやっぱ走るときはキーンって。もちろんですけど、あれどっか走るシーン、あ、ビーバップありました、ね、屋根。ああ、あれはあれよく聞いてください。心の中ではキーンって言ってる。これで、なに、変なとこで会ったな先輩、うんちゃ、もちろんですうんちゃうんちゃってやっちゃう。迫力ね。あ、だから今日もあられちゃんメガネ。およよ作者は鳥山明先生。そうですね、ドラゴンボールと同じ方ですね。だからドラゴンボールにも一回出ましたよね、あられちゃん。出ました、出ましたね。あの、結局、はい、お前すげえなーって褒められるんですよね、悟空に。あの、そうなんですね、地球割っちゃうんで。あ地球割るんですからね、いつも言いますが、あられちゃんはね、はい、体チョップで割っちゃいます、ね、体チョップで。あの、少年ジャンプに出たキャラクターを集めたゲームがあるんですよ。その中でもやっぱり最強キャラはあられちゃんなんですよね。ジャンプの中で最近北斗の拳よりあられちゃん。そうです。あら、そうですわ。あられ法っていうのを使ったら全員画面死ぬんですよ。死にますわ。はい。そうっすよね。だって北斗神拳より地球割る方が強いじゃないですか。そうですね。ケンシロウは地球割れない。地球割れないですもん。はい。メンタルも弱いですしね、ケンシロウは。あられちゃんはめげませんから。りゅうちゃん知ってた？まあ知ってるけど、あられちゃん好きだから。あられちゃんってロボットじゃん。はい。人間じゃないんですよ。人間じゃないですね。うん。せんべいさんの妹ですからね。妹なの？設定上はね、娘じゃなくて？設定は妹なんですよ。娘っぽいけど妹なんですよね。だからあの学校で健康診断があるのに心臓の音がしないから、せんべいさん吹き込むんですよ、音で。で、ドンドンって言ったら、あられちゃんが愛の手でパンパンって言ってそうなんですよ。すごい心臓ですね、ドンドンパンパンっていうの。あられちゃんが空を飛んだら、多分最強じゃないですか。そうです、ね、飛べないんだよな。それは飛べないですね、はい、もし飛べたら多分全てのヒーローはあられちゃんだった。でも金トムには乗れるんですよ。あ、そっか。あ、だって悟空だって相当なもんですよ。相当なもんですね。悟空とあられちゃんなら真剣にやったら悟空がしますよね、もちろん。あ、まあ、あいつら宇宙吹き飛ばすぐらいね、に乗ってたりしますからね、はい。ね、そうだ、一番強いとか強いとか学校の番長番長とか言ってもね、ね、大したことないと言ってましたよ彼は。まあそんなやつが一番綺麗だとか言ってましたよ。へえ、まあ俺は極悪ですから、ね、はい、燃えかすとかなんとか言ってましたよ。まあどんなやつだよ、ニアグラフ書いてるただの燃えかすじゃねえかねえ、俺はそんなの一番嫌いなんだよとか言ってましたね。でもあられちゃん好きなんだよね。あられちゃん好きです。誰が来てもあられほどじゃねえよみたいな。まあられちゃんっていうのは可愛いんだけど最強に強い、はい、まあ強い共通点でね言わせてもらったら、はい、当然ビーバップハイスクールの3作目ね、はい、一番強いです。はい、ね、まあ、グループの中でもで、トール君も一発で乗しちゃうし、はい、で最後ね、清水君とね、名古屋トール君と2人でりょうちゃんとパンダ君で、まあほぼ4人でのタイマンじゃないですか。はい、途中でクロスしたりする、はい、
なんか最初びっくりしたのは、中村徹君がりょうちゃんに最初パンチパーンってボディ入れるんですよ。はい、なんか入れてましたね。お腹に仕込んでましたね。仕込んでましたね。あれ何ですか。あれ剣山ですね。あら剣山ですか。剣山ですね。僕あれでね、シャレを言うかと思いました。りょう剣山とかって言うかと思ったんですよ。おもろいわ。いや、シャレでやるかなと。やらなかった。ドーンと入れときますわ、あの笑い声の音声。ちょっと言ってみてほしいですね。ダメやろな、そんな。怒られますか、ね、どうぞ。殴られました。はい、どうりょう剣山。やる好きやね。何でもやるよ。よかった。よかったね。いや、だって向こうで絶対拍手してるやつ何にも言いますよ。お腹に剣山仕込んでる。なんであれ剣山なんですかね。なんかね、そういうようなもんあるんで、あったんですよ当時。なんかにしてもお腹に剣山はないっすよ、ね、いや正直私言っていいですか。しかもマジックテープですよ。一つだけね、このシーン思い出したのは愛と誠ってあったんですよ。はい、うん、で、そうです、最終的にさ、あの愛と誠の漫画の時に、その誠がここに剣山を仕込んで決闘しに行くシーンはあったんです。多分相手ボクサーかなんかで行った時にバチンとやったら、ボクサーの相手がうわーって言った時にニヤーと渡して剣山出す。俺は多分そこのシーンやなと思ったんですよ。りょうちゃんの場合はそれを腹にあって、トールがうわーって言った後、ここに巻き出すわんですよね、このなんか手に。はい、なんか電気ショックみたいになりましたよね。ありましたね。バチ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 。あれストロンガーになるんですか。なんで変身しなかったんですか。悪が呼ぶ、なんとか呼ぶじゃん。変身したんですけど。したんですか。あれちょっとカットされちゃって。あの後はストロンガーに変身するか。でもよく見てると手袋してるから感電はしないですね。そうですね、手袋してますね。あ、してますね。たぶんこういうのこれ剣山がバチ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 言ってるんです。だから電気でということですけど、はい、本当は剣山を持ち、中村徹君とやってたら君の方が絶対強いんですよ。要は武器持っとるわけだから、はい、ところが手にはめた途端すごく弱くなったという。そうですね。何のための武器やったという。そうですね、逆にこの武器が邪魔となりましたね。でもそういうことよくありますよね。よく自分が武器持って相手に取られた途端絶対負けるじゃないですか。そうですね。はい、うん、剣山はどっから持ってきたんですか。これはもうずっと腹に入れてたの。自宅からちょっと悪い質問やったんですよ。考えながら言ってもいいですよ。自宅から、あ、おかんが、これ俺秀吉の血を引いてるんで。秀吉、はい、はいはいはい、どういうこと。セッターをずっと温めてたんですよ、この中で。あー、なるほど。セッターをね、親方のために温めて、はい、懐にあって、トールさんを叩いて、うん、もう冷たい、剣山やって、ふるどくだから、はい、温めてはい、やろうとしてたんだ、はい、最高。もうこんなこと考えつく人いないよ、世界に。ないと思うんです、本当に。温めてたっていう、うん、びっくりするよ。あの仮面ライダーの真似がしたかったんでぐらい言うかなと思ったら、うん、秀吉が剣山を温めてた。もうそれがね、まあ皆さん今度まだりょうちゃんの番組見てもらったら、もうあの世界、このワールド全部出てますから。温めるとでも不利ですよね、膨張してこう針と針の隙間が大きくなって。そんなこと考えてない。だから感電してんだ。現役の工場さんを借り切ってロケをし、でもう10メートルぐらいとは言わんけど、そう、はい、30センチぐらいの幅のと階段登っていくんでしょ、はいはい、でビビりながら、ビビりながら腰引いて、半端じゃない速さで駆け上がっていきますよね。はい、タン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 って。とかいなビビってたよね。相当ビビってましたね。高いところダメなんで。ね、りょうって時々ね、ふっと笑う時があるんですよ。うん、その時がね、あどけないんですよ。あ、そのギャップでしょ。うん、笑ってぐっと睨むとかよくやったじゃないですか。はい、ね、カメラに向かって、うん、笑った後ぐっと睨むとか。ちなみに、うん、さっきこの工場のロケ地は群馬県の高崎って、まあ、はい、お聞きしました。ゲームセンターから翔子ちゃんを連れ去ってこの工場に来ます。そしたら野木がね、はい、なんかペンキでチャリでなんかずっとついてきたじゃないですか。はいはい、うん、その野木くんがなんかクレーンにバッコン連れ、はい、あれどんなシーンなんですか、それを。あの時は見てなかったですね。おい。
なんかすごいクレーンでこんなになってますよね。なってましたね、お人形だ。もう喋る時は本物だったんですけど、あとは人形だったんですよね。あの揺れ半端じゃなくて、あれ人間だったら絶対骨折れてますよね。バリバリに折れてますね。で終わり、あの外まで飛び出してバックネットバックネットで逆さまで連れられたけど、なんかノボ軍ってなんかああいうキャラ、はい、で兄貴とか言ってもう作ったじゃない、もう世界をまたね、うん、彼もこの辺からキャラが際立ってきますよね。いやもう彼の場合ノボ軍のキャラも一作目のもうあシュワーってあの射程になる時からも際立ってて、ノブさんは一作目から変わってませんでしょうか。全然だから芝居はもうどんどん上手くなってるんだよね。彼はどっちかというと普通の人代表みたいな感じですよね。あもう僕はもう普通ね、こう強いもんに憧れてるだけの。でもね、あの結構レンゲ男子武道派だよね、ノブ君は。それ役から本物は親分派だっていうか、そんな不良とかそういうじゃなくて、もう面倒見のいい兄貴みたいな感じ。ああ見えてキャラは兄貴兄貴ってやってるけど、彼がよく慕われてますよ、人は。そうなんですね。ものすごい礼儀正しいし、絡みはなかった。なかったですね、現場で会うだけ。はい、顔見るぐらいで。信夫さんはそれでやっぱ徹さんと仲良かったですね。ずっと徹さんとしょっちゅう行きました。西も清水浩次郎君と4作目の時に、ずり山って山で上に車椅子と西が待機して、はい、下で柴田君と中村徹君がおる時っていうのは、あれって3日か4日ぐらいのロケなんで、ずーっと幸次郎君とおるんですよ俺は。なるほど。で余談じゃないんだけど、だから仲良くなりますそれで、うん、西と清水幸次郎君は実は同じ年で、年齢は一緒だったからまあまあ仲良かったんだけど、で彼は歌手なんで、あの撮影って間すごい、まあ、時間長い、はい、まあ、待たされる時によく歌を歌うんですよ。あもう普通、もうまあ歌が好き、何でも歌うでしょ。ちょっとそれがめっちゃうまいよ。でさすが歌手やなと思ったのは、よく皆さんね、友達で歌うまいやつおるやんとか言うて、それでカラオケ行ったらうまいやんって言うけど、プロになったら大したことないやついっぱいおるじゃないですか。ビーバップはまあ亮ちゃんの時もそうだけど、アフレコって言って、現場では音声取らずに後で音を入れるんですよ。そうするとアフレコスタジオっていうところで自分の画面に音を当てる、まあレコーディングみたいな、スタジオでやるとき、俺は清水君との絡みが多いから、彼のセリフとか俺のセリフは一緒の現場のわけだ、まあ、覚えてるかどうか知らないけど。俺の時アフレコ やってないですよ自分は。いや全部思うんだ。はい、アフレコやった記憶がないですね。じゃあ3作目は全部撮ってんだ、はい、と思います。ちょっとこう閉ざされた世界なんで綺麗に撮れたのかもしれません。風の音もあります。 B-POP シリーズは俺1から全部アフレコって聞いてたから、ちょっと珍しい。やった記憶がないですね、アフレコは。やったのか忘れとるのか。そう、忘れられたのかもしれない。アフレコルームにたまたま音を合わせるのがためか、ピアノはなぜかしらあって、うん、そしたら彼が暇なもんでピアノを弾き出したんですよ。で清水浩次郎君がピアノ弾けるんですよ、うん、彼はミュージシャンって自称言ってるから、うん、そして「悲しい色やねん」って上田正樹さんの歌を歌ってた時に、俺すっげえ得したって感動したぐらいにうまいんです。その後100万ドルツアーって言って彼は全国を歌手として回るけど、いつも生歌歌ってたけど歌めっちゃうまい。俺はそれ得した。だから歌は絶対浩次郎君はうまいなと思ったから、主役ってうまいんだと思って、で今度中村徹君と打ち上げで彼も歌うまいんだろうと思ったら、彼は赤いスイートピー歌うんですよ。でどちらかというと皆さんのご想像に任せるっていうか、はい、でも彼4作目の挿入歌で「It's Alright」ってやってるよね。はい、歌ってますね、うん、で最後はまあクランクアップして終わりました。はい、で、うん、舞台挨拶もずっと回ったんですか。あ回ってましたね、うん、俺もこの前自分で、うん、あのメイキング見て、うん、あ俺舞台挨拶回ってんじゃん、そうは忘れてた。だけど見たら思い出した。いたからあれ俺いるわ、俺いるじゃんって誰やねんそれ。当て忘れてるかもしれません、ね、だからやってるあ、まあ、ありえないありえない。亮は歌うまいんですか。亮は歌ちょっとやめといた方がいいと思います。来たぞとかで歌うじゃないですか。多分歌うと思うけどね。歌うのは好きなんですけども、いつも友達にもうその辺にしめればいいんじゃないですか。言われますね。じゃあ今度一緒に歌いましょうよ。はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、さあさあさあ、まあ、ビーバップシリーズね、歴代もう3作のね、今日は敵役の大将のね、りょうちゃん来ていただきました。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。もうまだまだ喋りたいなんでしょう。はい、いや、やりましょうね。もう AFC チャンネルも準レギュラーという形で出てきていただいて、もうどんどんでもりょうちゃんとこの番組の PR もしていただいて結構なんで、はいね、まあ、彼はこれからどんどん映像の世界でね、活躍すると言っておられますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。Thank you.